ミルクサッカーアカデミーのお時間です皆さんおはようございます井上マでございますこの方作家カーデタもある加藤先生おはようございますどうもですよろしくお願いしますさあ続 J1 移籍動向ということでういろ、ね、んなニュースが飛び交ってますけれどもね、えー、先生独自の情報も絡めついろいろ今日も15分で教えていただきたい、ね、皆さんは 今日はあの映像また出しませんので、はい、えお耳だけでね、えー、なんかしながら聞いていただきたいなと思ってますけどそうですねなんで12月のだいたい12日から18日ぐらいで起こった事象をちょっと振り返っていきたいと思いますので、はい、これ週6時で12月18日の夕方こ、はい、れからもうすぐ J リーグアワーズが始まるいう,そういうことですねアウォーズが始まる今ねレッドカーペットに今皆さん選手たちがいらっしゃってるぐらいなんですけどまあまあちょっとやっていきましょうか、はい、えまあ前回 世界からっていうところも踏まえた上で行きたくてっていうところで行くとまずは大きいところで言うとまたね大きいところというか北から行くんですけどいつも通り仙台にあれですね松下選手がヴィッセル神戸から加入とで,、あのー、であとそれと同時に、うん、あのハーフナー選手がまたタイに行っちゃったよとあそうなんですよねこれでタイに行ったのが細貝選手と。はい これで2人行ったよと。違うチームなのかな細貝選手は。そうでブリスベン・ロワーじゃない。それはオスラハイチューのチームハイチュのチームああ、そういうことですね。胸スポンサーハイチュウのチーム。ブリーラムに。ブリーラムに行きまして、で、ハフナ選手がバンコクユナイテッドの方に行きましたよと。で、仙台から、仙台にこの加入したのの松下選手なんですが、まずベガレタサポの皆さん、朗報です。要は、要はですが、あの、三田選手を思い出してくださいとだけ伝えときます。 今ねそれこそ神戸に行っちゃった三田平卓選手がいると思うんですけどみたいな選手がまたやってきたと思ってくれれば楽しみになると思うので見方までありがとうございますそうですねコントロール系のことをいろいろやってくれると思うのでぜひ楽しみにしておいてください仙台ファンの方も先生は仙台の出身ですがちょっと声の等上がってますからね押し殺してましたけどねはい。 愛です。はい。で次浦和レッツですね。もうまさに先ほどなんですが、セレッソ大阪から杉本健雄選手が加入が決定いたしました。でただその代わりですね、いわゆる杉本選手が入った代わりでもしかしたらというか実際実は浦和の選手一人にオファーが一人来てオファーが実は来ております。これまだニュースにはなっておりません。たださすがに言うことができないのでそこまでにしておきます。ちょっと待ってどういうこと？イエチバカ野郎あ、僕この先生に向かって教え次行こうとしてるじゃないですか。いやいやいや。浦和から 出ていく人がいるわけ。おそらくは僕は出ないと思ってます。ああ、とある選手にオファーがあるのは事実です。どこから？いや、まあ関東の地ーム。へえ。ああ、じゃあそれたたまきじゃないけど前線ってことでしょ？ただ本人は多分出ないと思うので、はい。じゃあその辺はちょっと。あ、そうですね。はい。さすがに言えないです。言えないの？大きすぎるので言えないです。そうなんですか？で、噂話、業界噂話ですもんね。はい。はい。で。 その代わりじゃあ、オナユアド、はい、伊藤遼太郎、どうなるのって話ではあるんですが、うん、今、両方ともね、レンタル出てる選手になりますけれども、両方ともに何かしら違うオファーもあるらしいんですよ。<ー>結局、残るのかどうか含めて、今、正直、この収録段階ではまだ検討中という情報しか入ってないので、まだどうなるか、ちょっと正直すみません。 その辺の利害関係というか、玉突きというかね。えそういうことが今行われて、実に動いてるということですね。思わ直前ではある。あろかということですね。はい。なるほど。そして。どっちどきながら、噂話こそ、こお前なんかあるじゃないの。やめろ、やめろよ。超ネクタイ越しに今、喋ってるでしょうね。い色々。で、実際に、それ、これ、今、次に柏の話したいんですが。ちょうどここで被っちゃうんですよね。鈴木大介という。はい。 ニュース出ましたねつ、はいに柏から浦和っていう情報が出てしまったのでこれは多分行くんじゃないですかね、うん、あそれも決定っていうのでニュースになってるんじゃないんだまだ。一応、あのーええ、お互いのチームから正式なリリースは出てないので何とも言えませんけどこれは多分移籍でしょうというところがあり、うんはい、ただ柏はねあのやっぱりナタン・ヒベイロ選手とかっていうのも、えー、移籍することになる。 というか、あの、えー、満了みたいな形になると思うので、えー、センターバックが一気にまた足りなくなります。なるほど。で、そこで重要になってくるのは、ライ、はい、ルーキーで入ってくる、まあ、中央大学の、ね、うん、上島匠選手。ほう 元柏優雄十八出身なんですけど、なるほど。まあ彼のディフェンスにちょっとかかってくるところはあるのかなというところはあるありますね。はい分かりやすいです、はい、ありがとうございます。はいえ、はい、次ですねえ川崎ですか。はいえー、まあまあさすがにもう出たんでネタバレしますけど、はい、あの前回のところででね、はい、あのちょっとね J 三から、はい、えこうのし上がった選手が、はい。はい <laughs> え川崎に行きますよみたいなことをちょっと意味深な発言,、ね、な発言しましたけどはい、はい、ネタバラしてますね真渡選手ですねもちろんで実際にリリース出たんで僕もほっとし,ました <laughs> <laughs> なんかここで言ってたそうみたいなね結構ざわざわしてたみたいな。そそ <laughs> そうそうそうね本当に、ね そうまあ別にそれを言いたいわけではないんですけど、いろんな噂話を先にキャッチしてるということがね、はい、分かっちゃったわけですけれども、ちょっと今日もそんなんもちろんもちろん、ただね、はい、いろいろありまして、レアンドロ・ダミアン選手、決まりましたけど、彼、うん、ともよく川崎、勝ったなというところで、実は最後の最後まで争ってたのが浦和だったりするんですよ、ね、うんよく勝ったなというところがありました。なるほど これでそしてすごいのが、はい、川崎はこれでフォワードの軸としてまたレアンドロ・ダミア、はい、中盤の軸として山村和也、はあ、で右サイドバックが全員抜けたところに真渡ということで、はあ、も,うもう補完をしっかり山村フロントアレなんですか、はい、決まりましたあそうなんですかはい、ちょっとそれ抜けてましたええー、しかも完全なのでだ、まあ、からこれすごい山村選手取ったってのってすごいのがあの今さらっと言っちゃいますけどあの 田月選手センターバックの奈良田希選手が実は今ガンバ大阪に狙われているという情報があるんですけど、はいうん、えっとガンバだけじゃないです鹿島、うん、も狙ってます、はい、えー、っていうところでもしかしたら出てしまう可能性があるんですね、はい、その時にはセンターバックっていう可能性でもいけますし、はい、ちなみに言うとあのエドワールド選手も若干狙われてるんですよほか、うん、のチー,ム、まあ、優勝チームだからね、はい なのでそうなってくるとセンターバックでもできるし彼らがじゃ残ってくれましたってなっても大島選手はやっぱりやや怪我価値があるよというところとあと森田選手も2019年に関しては代表活動と並行することになもんねで ACL もあってってなると忙しいっすからね、来年ねなんでありえないけどマックスいくと65試合くらい出ることになります年間彼らは 無理じゃないですか。そうだね、なのでカップ戦とか絶対休ませることになると思うんですよ。 センターバもできればボランチもできるし、もしくはじゃあ、来年、やっぱり今年もすごいデータとしては残したけど、J1 アボーズ編でいろいろ出しますけど、もやりまそこで、いわゆる中村健吾選手を今後どうしていくのかっていうところも出てくると思うんです、やっぱり年齢の関係もあると、したときにトップ下もできるわけじゃないですか、山村選手は。ということで、センターの軸、全部できるじゃんっていう人が来ちゃったよと。 だなっていう存在なんだ。そうなんですよ。これよく取ったなってやっぱりはありますよね。はい。はい。でしたと。次横浜行きます。横浜 F マリノスなんですが。まず取ったのが、前回も出したかな。サイドバックで日比広瀬陸人選手取ったんですけど。大きかったな、今回のパクイルギ選手。パクイルギ選手。琉球の守護神を。獲得しちゃいました。ええ。そうか。はい。 ね、今日ですね。まさに今日取ったんですけど、<ー>これ大きな補強です。マリノス入ったんですね。はい。これはで、ね、とてもとても大きな補強なんですよね。うん、あのまだ結局出してなというかあのうちの会社の。 サイトの方では出したんですけど、うんうん、あのイーカ選手があの以前どっかでね、あの今季あの世界ナンバーワンの記録残したよって話を伝えさせてもらったと思うんですけど、はいはい、まあちらそうそう繋いだはず、ね、そ,うそうです。ちらっと言ってしまうと、あの歴史上初めてリーグ戦の中でゴールキーパーの選手が1500、1 0回を超えるパス成功数を記録したんですよ。歴史上記録的な記録なですは、ね、初です。はいはい、まあそれを良しと取るのか悪く取るのか。 人によってはいろいろあると思うんですがただ現代型のつなぐサッカーのところを一番後ろのキーパーも含めてやっていたってところはすごい。であとみんなそれででも失点したじゃんって思われるかもしれないし多分結果的にもそうなんですけどただ。 前半戦と後半戦いわゆるワールドカップ前と後でとかでもいろいろ見てほしいんですよね実は後半戦になるごとに飯倉選手のそのいろんな精度が上がってきて失点率はだいぶ抑えられてきい。でサイドバックが高い位置取れるようになってきて生まれてきたスターが山中涼介選手だということもねはいなんでその間に前半戦いろいろやきもきするところはあったと思うんですけどそれはね新しいものを生み出す時の生みの苦しみみたいな時期だったよと思ってくれればいいとは 思いますし、いわゆるそうしながら育てた選手た含め、はい。<laughs> その飯倉選手の次というか、はい、あのそれをそ同じパターンでいわゆる育てることのできる選手として取ったので、はい。はい、えー。そこはちょっと大きいのかなと思います。なるほど。まあご期待ください。へー、面白いところでしょう。は、えー、い。あとは次清水ですね。清水で角田誠選手がまあアウトになったところはあったんですが、うん、まあ長崎行くのかなって話ですよね。はい 次のそ,こその名古屋でもそうなんですけど、はい、名古屋の玉田選手の2人とも。通るんじゃないのかなと思いますこれは、うん。手蔵森長崎に、うんはい、いっぱいなんか有名な選手が集まるんじゃないかみたいな。あと実際の話なんですけど、ええ、あの鈴木武蔵選手がおそらくは多分出ることにはなると思うんですよ。を出す形いわゆる彼を本当はえっとは残すためにも手蔵森っていう存在を、うんうん、持ってきたところはあったんですけど、うん。 やっぱりねちょっと次,の、ま、次の人でも似たようなこと話すんですけど、うん、やっぱりちょっとねお金でいろいろとかあの考えなきゃいけないような業界なので、はいえー、それででやっぱ詰まれてしまったらちょっとしょうがないのかなって、まあ、プロですからね、うん、それはしょうがないね。 自分のやっぱり価値を残さなきゃいけないですからね。うん、って言った時にあの僕は一つ謝らなきゃいけなくて、うん、えと同じくその名古屋のところで行くと、はい、あの宮原和也選手を広島のカーの時に、うん、あのレンタルで戻りますからって話をしたんですが実は収録で出した後なんですけど、うん、本当に急転直下に変化しちゃったんですよね。ってことで今日があが完全移籍でまとまっちゃったんですね。うんお レンタルで広島に戻る話だったのに完全移籍で名古屋に加入が決定したことじゃないですよややはり僕は正しい情報予想は予想ですから予想生きることも大事ですしねえいいんですえてもらいまあまああとだからあんまり僕も何も言えないんですけど皆さんが思ってる倍ぐらい年収もらってますからね名古屋の選手はい次いきます トヨタだからかな。トヨタだからかな。はい次いきます。次ガンバ大阪ですね。はい。そうあのめっちゃもらってる。本当に。いや本当に。ってくれんだそこ。行きなさいよガンバ。はいガンバ大阪です。ガンバ大阪なんですが、やっぱ大きかったのはあれですね。田中達也選手。うん。ロースクの元の田中達也選手がガンバに加入しました。はいそうなりましたね。これはですねガンバファンニヤニヤしていいですか。アラマ。 どう捉えたらいいかがニヤニヤしていはい。ガンバファンの方々に言うんであれば、うん、あれですね。大森安倍広之体制のニューパターンがやってきたと思っていただけてるんですほど。サイドアタッカー切り込み系。はい。ミドルシュート系。あのこの、うん、あのいわゆるこれがいわゆる本当はまあ倉田秀という存在がまだいるんですけど、えー、このね尾野瀬、うん、田中達也って二人がですね。尾野瀬選手もね。 うん、この2人が両サイドアタッカーをきっと務めることになるんですけどこの2人今信じられない特訓やってます特訓特訓あ特訓はいチームトレーニングじゃなくて今個人でレベルアップやってますえどういうことパーーーソナナルトレーナーつけました <laughs> す<ごい> <laughs> えそれは同じ人違いますそれぞれぞ違った形で トレーニングを積んでおりますいういやいやいやもうあの真面目な話で、はい、走り方の特訓とか<ー>ドリブルでののき方もう多分ねあの情報を見られてる方もいらっしゃると思うんですけどもう違いますよあの普通に自分がどういうふうにサッカープレーヤーとしてこう育っていくかみたいなところだけじゃなくて自分のそのパフォーマンスを最大化させるために。 走り方でその腕の振り方とか足のもも上げをどこまでにすればいいのかとか地面や着地の仕方ドリブル抜くときにどこからどう抜けばいいのかってことを今個人で特訓しています。なかなかこれまでそういうものって出てこなかったですけどまあ分かりやすく言えばあの長友選手がコバトレとかであの走り方変えたりとかやったりだとかあと岡崎選手もなんかそういうことやってたりしたんですけど彼らは今自分でそういうことやってたりするので。 またちょっとなかなか楽しみなバーンとブレイクする可能性があるってことね実力的にバーストってやつですねはい楽しみあとルーキーもね2人いるんですけど彼らもちょっと高尾選手黒川選手っていうのが大卒で入ってくるんですが彼らもちょっと面白い存在だったりするのでちょっとチェックしてみてて頑張ってだければと思いますセレッソはだから逆に言うと山村杉本抜けてどうするのかっていうところですが本当ですよ まあどうするのか背骨の部分ですよねはいここはちょっとまだまだ何があるかちょっと分かんないんで山口選手も出るってそうな感じもあるしあそうですかあと2人ほどになんかオファーというかみたいなものがある監督変わるタイミングでみたいに考えたりもするのかなそうですねまあその代わりあのベルディのロティーナ監督来るのであそうかベルディから何人か行くことはほぼほぼ決まりだと思いますなので一番割を食ってしまうのはうんベルディだ あ難しいねただそのベルディーにもまた新しい監督来るので違った流れがやってくるから結果的にいろんな循環が流れてるなってのが面白いで,、ね、<laughs> でしょうかおもいですねはいで今度次神戸には初選手が入りましたよ、はい、初選手はいたその代わり、ま、さっきのハーフナー選手松下選手が抜けて、うん、あとは小林誠剛選手が、はい、先ほどねこれ取る前に山形やりましたけどた、ねはい、大分取りにいったにいくことが決まりましたよなるほど、うん、はい そして次、えー、広島ですねはそれでも渡選手、まあ、宮原選手出てしまったところはあるんですけど、今来てるのがセレッソ大阪から、えー、稲垣選手にオファーが、きっとこれは山口選手が出るってことなんでしょうね。うはあ、そうか、それがわかる。はい、なんでオファー来てるの知ってるんですか、広島に。で、次なんですけど、えー、次なんですけど、あ,かそれはあとですね、<ー>えっと来てるのか、来たけど、断ったのが、あれですね、河辺選手。 川辺,川辺選手がいろんなところからオファーあったんですけど全部言葉で広島に残ると。ああああそうなんですかはい、はあ あと広島はあれですね、ヴ、はあ、ベルディのドーガラス・ビエラ選手を取ろうとしてるよというところですね。はあ、あとはサイドアタッカーと、ーはあ、あと、まあ、ディフェンダーのところだったりだとかを、はあはあ、どうやらなんか海外にもちょっと触手してるみたいなところの話があるんで、いうんはい、なので広島ファンの方、えー、ちょっと注目しておいてください。国内じゃなないいところにも目をつけてるほど、はい、かりました 次、鳥栖ですね広島詳しいんだよな、先生なぁ鳥栖なんですけど、鳥栖はまあ特にないか、まだないですねああ、まだ出てないですそうですね、あと長崎は、あとはえファンマ選手が抜けたってところが大きかったでしょうかなんか玉田選手が入るそうですね、さっきほどちょっと言いましたけどねあとちょっとちらっとあと他のところでも大きな動きがあったところだけお伝えしたいかなと思っております 今後ね、多分冷蔵庫シリーズでもいろいろ話していくことになると思うので、えーはい、といったところですが、きょう今日はま速報ということでね。一番大きかったのが、<う>千葉から松本に行った町田大和選手です、ねはいはあ、そうです、ね。なんで行くんだろうっていうところもびっくりしたぐらいだったので、なるほどやっぱりでも、やっぱり J1 でや,っぱりやるっていうところは一つ大きいんだろうなと思わされました、うんうん。いい選手ですよねち、ねうん、ちっちゃくて素晴らしっこくてて 本当にだからあれがまた今度あの形が J1 で見れるというのがちょっと面白いというか見てみたいなと思わされました,した。うん、はいそして、そしてそ、ね、あるのがラスト、うん、ラスト1個ラスト1個、はい 1> えー、ロアッソ熊本からえちょっといきたいなと思います、はい、ロアッソ熊本来季は、ね、J3 戦うよというところにはなっておりますが、はい、え今季はえだいぶこの冬場がだいぶ動いている。はいえー となっておりますでぬきから原選手を獲得して福島から田村選手田村翔太選手はいを獲得でその代わりに先ほどお話しした田中達也選手だったとかあとは米原選手が松本に観戦移籍そしてあとはこれでしょうそれこそマーさん的に言えばこれでしょうというところで青木選手の南渇 SC そうなんだそう急に東京都リーグのお話の元代表ですもんねはい これが大きいかなと。今週の注目ニュースの一つですね。そうですね。で今松本とあと大分に関してはだいぶ今この冬の冬冬の冬とか年末年始のにかけてのところでで、ねはい、だいぶ動いてるみたいなので、うん、やっぱりこの J2 からの昇格チームってちょっと問題というか可哀想なのが J1 はやっぱり今回三十二節でだいたいもう決まっちゃったからそ<う>早く動けてるよ、ね、動けたんですけど、うん、最後の最後もね決まんなかったので、うん、動きがどうしても遅くなっちゃったんですよね。なるほど。なるほど。はい。うん。 なんか松本から松本もあの鈴木大輔選手とか松本を実はオファーかけたらしいんですけどやっぱりちょっと一歩遅かったみたいなことですよね。なるほどね、はい、んなんでそこら辺が今ちょっと思ったところです。借かりました、速報でお送りしましたけど今ね,いいですね総ざらいを耳でできるすいうのが J1、ね、J2、ね、J3、JFL、ね、と今、とあるあのメディアさんの方で僕、全部移籍情報をつけておりますのでよかったらご覧ください。エボルビングデータさんでしょ あとフットボールゾーンウェブさんではい出しておりますのでぜひ決記事なんですかまあエボルビングデータで出してますああそうですかぜひそちらもねよろしくお願いしますでも脳み力砂糖ってさすがに書けないのでそうですねいつかできたら面白いですねいやいいじゃないですか胸張って書いてくださいよ 本名で出すとした。そうですね。はいはいということでございました。また速報で次第ね。はいもうこの事件は毎週やってもいいかもしれない。まあもうなんならもう毎日でもいいんですけどね。いや毎日書いてんだもんだって記事こっちは。そうですよね。はいこちらもご覧ください。はいよろしくお願いします。J1 属遺跡どうこうでございました。属属え次回はどんな感じですか。次回次回 J3 のアワードをちょっとああそうですねアワード類がどんどん出てくるということでございます はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。チャンネル登録、ツイッターもやっておりますのでお願いします。先生、どうもでした。はい。